南海3万系電車は、南海電気鉄道が1983年に製造した特急系電車である、高野線の山岳線区直通特急、荒野に使用していた2万系が製造後20年以上を経過して老朽化したため、同系の代替を目的として、1984年4月1日から5月20日まで、高野山で、 不法大師五入場1150年五円期大放映が開催されるのを前に、等急車両製造で4両編成2本が製造された。2万系は1編成しかなく、検査時には一般車の2万1000系が代走したほか、当機には運休していたが、本系列は2編成が製造されたことにより、荒野の通年運行が可能となった。3万1000系の登場後もテレビ CM には必ず、 登場する、高野線のクイーンである、全電動車方式で、先頭車がもは3万1系、中間車がもは3万100型となっている。編成は、以下の通り、高野山、改装線2 0 0周年ラッピング車、赤荒野、高野山、改装線2 0 0年ラッピング車、紫荒野、普通構成車体で、山岳線区対応のため車体長は17メートルとなっている。前面は、 区の字型に傾斜させた、非貫通型都市、前面窓は、大型局面ガラスと大型局面ガラスの組み合わせとして、前面展望を良くしている。側面は、各車両に一箇所ずつ折り戸を配置し、側面の客室部分の窓は高さ 790mm 幅 1750mm の、製造当時としては、国内最大級の大型固定窓となっている。 塗装は高の線特急共通のアイボリーホワイトとワインレッドのツートンカラーで G 色が2万系のクリーム色から変更された。また1999年の更新の際に両先頭車の前頭部よりの側面コシータブに何回のロゴが追加されている。1999年の更新工事の際に全面を貫通式に改造する予定があったが、改造後に 車体強度が低下することが判明したために見送られた。2015年3月には、高野山、海藻線2 0 0周年を記念して3万1回に、赤荒野、3万3回に、紫荒野のラッピングが施され、2016年2月まで運行された。台車は、住友金属工業 FS518 系である。 抵抗制御車両で、出力1 4 5キロワットの三菱電機メガバイト -3072B7 直巻電動機を搭載する。末尾1と3の番号の車両に、日立製作所製の MMCHTB-20T 主制御機と PT-4803AM 型下枠交差式パンタグラフを搭載する。南海の車両で、初めて電気指令式ブレーキを採用した。 冷房装置は三菱電気製 CU-191 が各車両に3機ずつ搭載され、ロス内を併用する。製造当初は前面の連結器は車体下部のスカート内に収納される周り古式、密着連結器であったが、1999年の更新で電気連結器付き密着連結器に交換され、常時連結器が露出する外観となった。 更新後の戦闘車内装座席はフリーストップ式回転リクライニングシートで自動回転機構付き、座席脚台は床固定タイプ、背面テーブルと網袋が付く、シートピッチは 1000mm で、戦闘車両の形状の変更やトイレ、洗面所のスペース確保の影響で船台の2万系より 50mm 詰められているが、1編成あたり定員も2万系と比較して4名。 分増加している。また、製造当初は、中間車にサービスコーナーがあり、売店営業を行っていた。1999年の更新で3万1000系や1万1000系と同様の室内に改良され、サービスコーナーが撤去されて、自動販売機2台を設置した、フリースペースとなった。また、登場当初にはなかった、車内自動放送も、この更新工事で新設された。 この他1万1000系以降の特急車両と同様の電子ホーンも追加装備された。2編成とも1983年5月19日、春行だが、実際の営業運転開始は、その約1ヶ月後の同年6月26日のダイヤ改正からであった。製造以来、高野線の南波、極楽橋間を運行する特急、荒野と南波橋本間の特急、林間に使用されている。 2008年2月23日に和歌山で開催されたイベントのために本系列が初めて団体列車として南海本線を走行した。側面幕は特殊表示となっていたが両線当社の荒野の表示は変更されなかった。車両数が少ないこともあり、2013年現在、空港線への入線経験はない。登場から35年が経過したが、 置き換えの予定もなく引き続き使われている。ありがとうございます。